やっちゃうよ、内藤でーす。ということで、今日もね、やっていくんですけれども、今日は、クラロアリーガージャーのね、ウィーク5かな、の、キックス戦で、俺とランポ選手がね、戦ったんで、その動画のね、解説をやっていこうかなということで、早速いきたいと思います。音上げよーっと。はい。でまあね、ここら辺で話し合ってたのが、まあね、あいつ何使ってくるかなみたいな。で、俺、ランポー選手相手に結構番もね、いろいろロイフグ番だとか三十四番を想定して練習してたんですけど、なんかね、ウッド番っていうね、一番なんか、しかも俺のデッキってほぼウッド入ってて、何も使えなかったんですよね。マジどうしようかなとか言ってて。で、あのプリンスコガツ、今流行ってるじゃないですか、プリンスコガツに勝てるデッキがウッドなしで全然思いつかなくて、だから俺もここで枯渇だーと思って、でもちゃんと2時間ぐらい練習してやっとね、ウッドなしでプリンス枯渇に勝てるデッキ1個作れたんで、まあそれはね、俺が前紹介したスケラで勝率ナンバーワンデッキのウッドがスケのやつですね。とりあえずそうで、バルキリー枯渇に強くするようにバルキリーにしたって感じですね。これちょっときつかったですね、本当。端前のインドラに全部溶かされて、マジできつかった。そうそうそう。で、とりあえずこう出していって、まあまあと。逆サイスケラ。で、まあ、これ自陣入れないようにやって、そしたらね、メガごとタワーだけで、もうね、スケラの匂いがしたんで、アイゴレ見た瞬間に、自陣に入る前に墓石で止めて、まあね、効率よく処理できたかなって感じですね。自陣に入れちゃったらもうメガゴだけじゃ止まんなくなっちゃうんで、結構危うかったっちゃ危うかったですね。でまあここ出していって、まあこのインドラさえ処理できちゃえば、自分の、俺もスケラデッキなんですよ。でなんか自分のスケラデッキも処理できるんで、でまあこれ両サイド行こうとしたんですけど、無益なんですね。とりあえず、でこれインドラがまだいないんで、この端前止めるユニットが全然いなくて、やっと回ったって感じですね、相手は。スケラ4コスでインドラ出してたんで、まあ、割とね、いい感じだったんじゃないかなと思いますね。で、後ろに墓石を焚いたんかな、あ、そこか。まあ、棒っぽいかな。そう。まあまあまあ、とりあえず防衛ポイズンかな。うん、なんで攻めには本当絶対決めるってところでしか打てないですね。大体これポイズン打ってきたんで、あい、スケラスケラスケラと思って、とりあえず後ろにスケラ打たれてもいいように、墓石置いて、相手こうやったらね、本当スケラが打ちにくいんでね。ドズルさんも同じこと言ってるんですけど。はい、で俺がもたもたしてる間にね、こう相手がポイズン回っちゃって、いやもうちょっと速攻で攻めたかったですね。でこっち逆サイド来るかなと思って、あっちにも墓石置いといたんですけど、いやー正直こっち側に固めてよかったですね。もう一回もう一周スキラ打って、これポイズン回ってないんで、結構これはいいスケラだったですね。スケがいる分回転で押せるんで、相手がポイズン回ってない時にポイズンとか攻撃に使った後も回転で回して棒ポイとかできるんでね。ここはいい感じで守ったですね。スケラ打ってここなんですよね。ここ縦スキにポイズン打っちゃって、ここも正直プリンセスにポイズンで良かったですね。でこのプリンセスを殺せなかったことによって、なんかもういろいろ崩れちゃったんですね、ここでサイクルが。やっぱインドラスケラ来てここなんですよね。でここで、バルキリー出せたんですけどね、先の足前処理してきちゃってバルキリー出すの遅れちゃったんですよね。自分が4襟はあったんで出すことはできたんですけど、端前しか見てなくて、スケのね墓石置いてあったんで、なんかそんなに入ってると思わなくて、見てたらめっちゃダメージ食らってたですね。こういうところがやっぱ視野が狭かったんで甘いポイントですね、ほんと。
でもこれで最初に出したプリンセスとなんか奥に出したプリンセスがもう溜まっちゃってウッドがないんでね、結構きつかったですねこれ。とりあえずここでこれですけど抑えていって頑張ってスケラ打ったんですけど、まあ、アイスイーズのね竹マッチに向いちゃったんでね、まあ、GG って感じで本当に強い。いや本当になんかこういうことを言うべきか分かんないんですけど、自分よりね、まあ、本当に強い選手ばっかなんですけど、自分が特に、自分より強いなというか実力がもう完全に上にいってるなって選手が、自分なりに考えてる選手がいて、まあ、日本のチームも本当に上手い人とか多いんですけど、海外だとね特に俺がもう1回も勝ったことない XBO マスター選手とか、あとこのランポ選手もね、なんかもうデッキ幅も XBO マスターぐらい本当広くて、でなんか使うデッキの、ね、種類もめっちゃ分かれるんで、正直対策っていう対策ができなくてある程度運任せにはなっちゃうんですけどって感じでね、なんかもう本当に強い選手なんですね。攻めるとき大体に攻めるし守りも上手いしって感じで、めっちゃもう本当に戦いたくない感じのあれですね、みかん坊や的あれです。なんかこうしてやりたくねえなみたいなムートしていって、ムートじゃない、このゴーストがねちゃんと殴んないっていうね、これめっちゃダメージくるからこれ、でこれもちゃんとオーブンも食らって、このなんか最初のなんかゴーストのムーブが悪かった。まあこんな感じでどうすっかなーつって、これを穴掘りをまとめてエレキで受けますダーンつって、うん、で俺のこの勝ち筋はこのデッキはねあと2枚隠れてんのがメガナイトとあとねインドラなんですよ。でメガナイトとインドラを見せないとこれこのデッキってペッカで相手にペッカだと思わせて立ち回ることができるんで、それがね結構強いところですね。ペッカの方が流行ってるんであんまメガナイトね使われてないんで、この6枚で戦ってるうちは相手はね自分のことをペッカだと思い込んで立ち回ってくるんで、でもここはインドラ出すしかなかったんでとりあえずインドラ出していくと。でここでメガナイト本当は出したかったんですけど、我慢つって迷って掘り出したですね。で俺の勝ち筋はもう序盤は別にダメージ食らってもいいから、ある程度ねもう防ぎながら、まあ、防衛をしていってエリアドを取っていって2倍タイム入ったら後ろからメガナイトズーンと出していくって感じですね。これも言うのね飛ばなくてねちょっと危なかったですね。でこれで言うのが焼かれて、巻き戻った、はい、で言うのが止まって、でここでザップを打っていき後ろからメガナイトかな、あそうそう、とりあえずここでオーブン用にゴーストを出していって、そうメガナイトを出していって、もうこの後ろから出すメガナイトでなんだろうゴーレムみたいな、簡単に言うとジャイアントとかゴーレムとかそういう感じで後ろにユニットをつけていって形を作ることができるんで、こういう高回転のデッキに対しては有効ですね。めちゃくちゃ相手によって立ち回りを変える感じですね。で、ポイズン、相手はポイズンなんでこのエレキを出して有効化していき、で、攻めてるサイド、今相手が飛ばした穴掘りなんですけど攻められたくないからそっちに3エリぐらいを使わせて守るための、穴掘りなんですよね。なんでこの穴掘りとか枯渇使いでもよくやってくるのが攻められたくないタイミングでバレルとか飛ばしてくるんですけど、相手からしたらそれを無視されるのが一番嫌なんですよね。なんでここは穴掘りが来て、あ、無視ラッキーラッキーみたいな感じで無視して形を作って、まあ、一気に2000を削って GG って感じですね。そう本当になんかこうああいう高回転デッキとかね穴ポイとか枯渇使わせてみんな本当いやらしいタイミングでなんかもう無視できないタイミングで穴掘りとかバレルを飛ばしてくるんですよね。でもまだ自分のそのタワーがね1500ぐらい残ってたんで、まあこれ無視できるなと思って、まあそういう感じですね。割と美味しい穴掘りではありましたね。でここで何しようかなって言って最初のスキャラ使おうかなってみかんさんと話してたんですけど、みかんさんがいやお前ならもうさ相手ポイズン使ってきてなんかもうそうなんだろう30C相手が舐めてきてるからもうなんか30C いっちゃっていいんじゃないのみたいな感じで言われて、いやどうしようかなーみたいな、どうしようかなーみたいな感じでこの時言っててね、うん、まあいっちゃうかみたいな感じでしたねこの時で。そうそうこの時にそうまあいいんじゃない30C みたいな、でこの時俺がどうしようかなーって言ってて、で始まっていきですね。
で、あの、はい、いやー、喜んではない。そうそう、相手がこれでオーブ見て、あ、連投連投っつって、でまあ、ポイズン相手、相手がポイズンだったら三重子もロイフグも止まんないんで、基本的にも相性いいですね。でここは、三重子を出していきます。でここで相手はポイズンしかいないんで、あのポイズン三重子に打つんですけど、ね、このね二重子が溶ける間にもインドラ溶かしてね、ちゃんと仕事してくれます。熱い、やばい、熱い、冷房つけときゃよかったな、めっちゃ熱い。ああ、でこのね生きて、ここでね結構アド取れたかなって感じですね。でここでめっちゃ迷ったんですよね、スケ出すか、うーん、迷って迷って、ゴースト出したと。スケでよかったですね、正直。うんうん、いい感じ、いい感じで、ここで、まあ穴掘りもねいい感じに引き出せて、相手はね穴掘りでしか攻めることができないんで、相手はもうここでオーブン置くしかないと。オーブン置くしかないんで、俺はここで三重子をまたね展開していけばいいかなって感じで、三重子をね、あれ先にアイゴレ出したかな、アイゴレ出してダメージを防いでいき、チュチュチュンと、チュチュチュンで、となんでインドラが来てるのに左に2にしたかっていうと、右に2にするとポイズン打たれちゃうんで、削られてない、あの削られてもいいサイドに二重子を出すっていうのが基本、三重子の基本ですね。でここは延命、延命していきます。で俺この時まだね全然本当に気づいたのが終盤なんですけど、相手の呪文がポイズンしかないっていうのはまだ気づいてないんですよ俺。なんでなんだろう、ミリ残りの基本的に相手って呪文1枚ってことはなくて、あのミリ残りのね、あの二重子の前になんだろう、ロイフグをこうやって前につけたとて丸太転がされて、なんか逆に相手と対してねアドになっちゃうんですよ。なんでその時、この時はまだ全然気づいてなくて、毎回ポイズン打たれてミリ残りの二重子をほっといてたんですよね。なんですけど、正直この時に気づいてればもっと真ん中に今ロイフグ出して両方のねなんかタゲを取ることができてたんで、もうちょっとね楽に、そうそう、この穴掘りとかも攻められたくないタイミングなんで無視っていう、逆にね相手がこれはやられたら嫌なことなんで、ギャングが来ると思ってハンター出して、まあまあいい感じにいったって感じですね。もう俺の流れ来てますね今、これ5ワードぐらい取ってるんで。でポイズン打たれて、この時もまだ気づいてないです、相手がまだ丸太持ってると思ってるですね俺は。ほらこの右残りの、だから真ん中にロイフグ出せばどっちにも縦になってめっちゃいい感じに回ってたんですよね。ザップとめっちゃいい感じですね。でここは5打ったんですけど、なんか全然何にも当たらない5をこれひどいっすよねマジで、何にも当たらなかったからね。ここちゃんとスケで誘導していって、また左に2で30しかな、うん、そう、落ち着け落ち着けと。もうここで5をねミスっちゃったんで、焦ったら負けるんですよ本当に、焦って攻めすぎたら負けるんで、ちゃんとちゃんとしたタイミングで攻めなきゃいけない。でこの時もまだ気づいてないです。でここら辺ですかね多分、これザップっていって、ここら辺で、あれそういえばさっき二重子めっちゃ残ってるよなみたいな、ここの防衛ちょっと危なかったですね、危なかった、ちょっと危なかった。でここで相手はこのロイフグいなかったですね、もうちゃんと黙ってケツから三重子でよかったですね。このなんだろう、ロイフグを完封されてもうドカウンターが来たんで、これワンチャン危なかったですね。でこれスケで一回右クッション置いて、左はアイゴレで受けていくと。そう、どうせポイズン打たれたんで右の二重子は延命しなくていいかなって感じでですね。でとりあえずここはロイフグを飛ばさ飛ぶんか。でこれで、相手は右しか見ていないと思って右にザップ打って、マスケがねタゲ食らってたんですけど、そうそうそう、これで何発か入るんですよね。ザップを打ってマスケ延命して何発か入れていきました。ここで右に
もうここら辺で決めて、ここら辺でね、もう俺は相手がポイズンしかないって気づいてるんで、ミリ残りの30しか生きるってもうここでは気づいてるんですよ。なんでここで残っている20種を生かすための、前にねロイフグを出していって、やっともうほんと終盤で気づいたんですね。最初の3分ぐらいじゃ気づかなかったですもん。でここでザップ打って勝ちと、まあ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 めっちゃいい感じですね。もうチームが 2v2 がね負けて、もう自分が負けたら負け、自分が勝ったら勝ち抜きに進むって感じでね、まあまあまあめちゃくちゃ気持ちよかったですね。正直もうほんとなんかチームがねの勝ち負けが決まってて、めちゃくちゃプレッシャーがやばかったですね。もうなんかいつももうさすがに慣れてきて緊張とかねあんましなかったんですけど、もうバックンバックンでしたね正直って感じで、まあね今後も自分が出た 1v1 をね解説していこうかなと思うんで、ぜひ見てください。ということで今日はこの辺で、お疲れ様でした。